はい、どうもどうもこんにちは、ホセルと申します。影狼ことシャドウコリド、影の回廊、任天堂スイッチバージョンでございます。ステージ聖域を初見プレイでやっております。本日もよろしくお願いします。部屋の中まで察知できる千里眼の徘徊者っていうやつがいるみたいなんでね、ポーズ画面からスタートさせていただいたんだけど、まだ出会わないよね。なんか歌が聞こえてくるらしいんだけど、近くにいると。その歌も聞こえてこないしね。今のところ平和な空間なんだけど、浸水している以外。ここはまあセオリー通りに言ったら北だよね、向かいたいのは。あ、鳴き声の主またいる。ただ北に向かいたいのは山々なんだけど、水位も下げたいんだよね。こっち水位っぽいな。固く閉ざされてるか。水が張ってたらもしかしたらいけないのかな、扉によっては。これ以上進むのはまずいな。ゴールから遠ざかっていくんだけど、それはまずい。こっち主いんのかな。あれ、鳴き声がしたような気がするんだけど。あ、するわ。走ったらその瞬間発覚だからね、気をつけないと。どこにいるか、どこにいるじゃん、俺の彼女。この向こうかな。立った瞬間に発覚とかなるんじゃねえのこれ。あ、いるわ。んー、どうする？いけるかな？今一瞬走り回る徘徊者いたよね、多分。あれ？繋がってないんだ、向こうの部屋とは。あ、取っちゃった、これ。邪魔なんだよね。正直、懐中電灯を使わなくても見えるからね、スイッチバージョンは。どうしようかな。向こう側マガタもあるよね、多分。鳴き声の主がいるってことは。取りたいんだけど、もうゴールも近いんでね、この場は行くか。マガタもあと1個だし。回り道するぐらいなら、とっとと向かおう。次あたりがおそらく、一番北端の、エリアになってくると思うんだけど、いけるか。あ、いけるね。一本道は怖いわ。だけど崩落とかしそうなんだけど大丈夫かな。マップの北端の方だとしたら比較的走れるんだけど、カメラも4つあるし水晶玉もあるから、これはもう方向、あ、面中じゃない、大丈夫だ。ほぼこれは行ったかなっていう感じなんだけど、どうだろう。あくまで油断は禁物なんだけどね。カゴがあってもね、このステージ。いや、出会ったことないから実感わかないんだけど、カゴぶち破って発見されるのかな。あーっと遅かったか。まずいね。回復が欲しいところだね、これ。ちょっとやっちゃったか。しゃがむのが遅れたね。いけない。行きたいけど行けない。あ、扉レバーしゃ、いいですね。これで水位が下がってくれれば嬉しいんだけど。あ、下がった下がった、しゃ。これで進めるようになるのかな、この先。ここはエリア的にはどうなんだろう。一番上の右から2番目とかかな。すぐカメラ使えるように準備だけしといてね。あ、弾丸鉄便利だね、このステージ。一択だわ、やっぱり。これはもう全然違う、本当に。
こは来たところ、ぐるっと回ってたか。角のマップだからね、遠慮なく走っていくんだけど。あ、この感じだと30分以内クリアもいけたかもしんないね、もしかしたら。あれ？ここ角部屋か？東に行けないんだけど、角部屋っぽいな。じゃあ俺このまま西に向かっていくだけだわ。水も引いたしね。あとは最後のマガタマ取ってゴールに入るだけなんで。油断は禁物だけどね、あくまでプレイしてるな。なんて言ったってビビリ実況者、プレイヤースキルなし実況者、方向音痴実況者、そしてサイコパス実況者、外事実況者、このホステルさんなんだね。最後まで緩めない。ここ俺来たっけ。何の音かと、お、来たのでは？罠部屋じゃない、罠部屋全くないね、これ。うっしゃ。え？あ！ここに来て、取らなきゃよかった。しまったそういうことか、マジ。仕方ないよね、これは。あ、どこ連れてこられた俺。うわ、これ、遠い感じがするな。振り出しに戻るような感じになってしまったぞ。やばいですよ。これは危うしへ、命を落とすのでは。鳴き声の主いるな。多分。バタコンがうるさいせいで聞こえないんだけど。バタコと、走り回るのコンボは最悪だから、離れるのを待って移動しよう。これやらかしてんな、俺。中央エリアはまずいで。一旦隠れよ。あ、また開けちゃった。ただバタバタ音するって言ってもろうそく点滅しないから、ろうそくじゃなかった、なんだっけ、ライダーか。そんなどこにいるんだ。めっちゃ近くにいるけどな、どこにいるか全然わかんない。上かな。うわ、嫌な感じすんな、これ。命落としそうなんだけど。とりあえず身を守る力だけ、私にください。カメラ撮っときたいよね。どこか、まあ、どこから徘徊者に迫られてるのさえ、かさえしっかり分かれば、背後から見つかったら180度ターンとかできないからね、このゲーム。で、後ろ向かい間に捕まったりとかするかもしんねえから。スチーム版だったらマウス操作だから180度ターンすぐできるんだけどね。怪しいなこれ。マップの下段の、どうだ。あ、レバーあるわ。マップの下段の、左から2番目とか。あ、いけない、あ、いける、あ、危ない、いける。おお、どこにいるんだろう。うろついてんな、走り回る徘徊者。レバー操作したい。
レバーさえ操作してしまえばって感じかな。あ、違う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 。あ、変なもん取って、呪いのアイテム、呪いのアイテム。それはいかん。あ、食らっていいえ。レバー目指したいよね。いけるかな、こっちから。いけそうだね、レバー。あ？ちょっと待って、こっちだっけ？あれ？あー、ここだよね、多分。よし。これだとはゴールに向かうのみなんだけど。なんか離れてってんな。外周沿いに行くか、だけど。一旦外周エリアに向かおう。またまた、これ以上取れない。身を守る力だけ。場所的に言ったらこれだけどあれだよね。もう外周だよね、ここは。2階か。2階はあんまり行かない方がいいかもしんないね。悪魔で探索するのは、1階メインで。多分、レーコンの演奏とかと同じで、別のエリアに行くときは1階からだと思うんだよね。違ってたら超恥ずかしいんだけど。あれだけどこれ言ってるそばから行けないな。ん？何なんだろうねこれ。左の角部屋かな？左上の。だって北に行けないよね。あ、こっち行けるわ。あ、こっち行ってなかった。あれ？けど行き止まりだ。この場で鏡か。まあ、いざとなったら潰しが効くんで。取っておく。あくまでカメラを優先的に使いながらね。あれ？まだ来た。北あるよね、絶対ここ。あ、取らない取らない。あ、取れない。あははは。罠部屋少ないよね、それにしても。すっげえ平和なんだけど。これで阿鼻叫喚の地獄絵図に変貌するんだよね。その、セーティング&徘徊者が来たら。それにしても出会わないよね。あれ？また行き止まりだ。これは？本当に角部屋じゃないの？そんな感じがするな。どこにいるのがいるよね、近くに。確か。こうでしょ？あれ？北の位置がまたおかしくなってる。俺今本格的にどこにいるんだこれ。あ、俺がどこにいるのなんだけど。はっ！お前か。ちょっと待ってろ。え？ゴールでは？これゴールじゃね？勝ったな。こんなところにいたんだ、俺。千里眼の徘徊者、合わなかったね。マジ？こんなんでいいのか、これ。動画的に。まあ、よししよう。クリアできればよしだわ。何はともあれ。鏡でワープした先結構よかった。何の音？え？
鏡でワープした先結構良かったみたいだね。お、なんだこれ、この先。風呂でもあんのかな？これ。このカーテン。え、今の物音何？怖いんだけど。ただタイマー止まってるからもうゲームは終わってるよね、このステージ。なんだと？あ、風鈴。風情があるね。まあもう夜は秋なんだけど。こっちか？固く閉ざされている。いけない。え、隠しゴールみたいなのあんのかな？このステージも。こっちに行くしかないってことか。あの固く閉ざされている扉気になるよね。何なんだろう。ともあれ、周りは闇に包まれている。夜の闇へ。情緒があるね、これは。うっすらと風も吹いてるしね。こういうところで酒飲みてえわ。俺今薄暗い部屋の中でハイボール飲みながらゲームやってるからね。お、いるいるいる、女。やっと会いましたね。あれ？これあの変なちっちゃいやつじゃね？ちっこいのじゃね、この声。あなたのことをずっと待っていました。ハンニャの面の人か、俺を待っててくれたとか。しけ込むか。じゃあ立ち話もなんですから、どうぞおかけください。あ、それはもうご丁寧に。私はヒガナ、ヒバナは双子の姉です。妹か。ちょっとこれムラムラするね。何がだ。火花にはもう会いましたよね。あの時は危うく人で亡くなるところでしたね。おじいちゃんは人じゃなくなっちゃったけどね。なぜ私を知っている。私には生まれつき千里眼という力が備わっています。母から受け継いだ能力です。千里眼っていうモードもうや、ワードもうやめて。遠く離れたものを投資したり、まれにですが未来に起こりうることを見えます。あなたのことはそれ予知じゃね、千里眼っていうより。夢で見ました。あ、お前俺のこと好きだろ。じゃあ夢の中であなたはバラバラになった私たち家族を再び一つに結びつけてくれました。そしてあなたがこの世界に迷い込んだ時、夢が予知部であったことを確認しました。確認じゃないな、確信か。そこで私はあなたを見守ることにしました。あなたと一緒に迷い込んだあの猫を通して。猫の正体だったっていうことか。いろいろサポートしてくれたしね、猫ちゅん。猫娘か、これ。余計たまんないんだけど、これ。やばいね。ファンになったわ。私の身動きが取れない今、状況を打開するには、あなたにかけてみるほかありませんでしたから。なぜ身動きが取れない。ここでくつろいでいたか。長い話か、聞かないといけないのか、収録時間が気になるよね。お、階層入ったわ。私と火花は、昼の村という小さな村から、少し外れた山奥の廃墟となった社で生まれ育ちました。私は母から千里眼を受け継ぎましたが、火花には何の力もなく普通の女の子でした。母はその能力ゆえに村人から忌み嫌われていて、私の身を案じた母は私に山を降りることを禁じていました。え、これじゃあ人違いで目つぶされたっていう展開じゃね。そんな私と母のことを火花はいつも一番に思ってくれました。火花は本当に優しかった。お母さんと火花は不思議な力のせいで辛い思いをしているから、だから私が守ると言って何かあるたびに無茶していました。ちょっとかわいそうな展開を予想してしまうんだけど、これ。ある日、私は川の少年たちが川で鉄砲水に流されることを予知しました。それを聞いた火花は少年たちを助けようと急いで川に向かった。でも火花の警告は聞き入れられなかった。母の子であるというだけで火花も村人に嫌われていました。少年たちは数人がかりで火花を痛めつけると、すぐに鉄砲水が押し寄せ、
少年たちは飲み込みました。もうすでに泣きそうなんだけど、これどうしよう。火花だけは奇跡的に難を逃れました。テキスト冷たくないんだけど。それが村人の誤解を見ました。火花はあくまで一般人ってことか。何の能力も持たない。村人には火花が仕返しをするために不思議な力を使って鉄砲水を呼んだように見えたようです。そしてその日の夕方には大勢の大人がやってくることが分かりました。お母さんはその前に私たち二人を山奥に隠そうとしましたが、火花はそれを断った。私とお母さんを守るんだと言って。私の存在は村には知られていませんでしたから、火花が残れば私は安全に山に隠れられます。母が説得するも火花の意志は強く、私一人で山奥に隠れることになりましたが、二人のことが気がかりだった私はこっそりと林の奥から様子を伺うことにしました。やがて村人が社を取り囲み、大勢の土星が日暮らしの声をかき消した。村人たちは口々に叫びました。化け物の子が村の子供を殺した。化け物を出せ、仇を取ってやる。母は社の中に火花をかくまうと表に立ち一歩も引きませんでした。優しい私の子が人を殺すことなどありえない、何かの間違いだと言い続けていました。でもそんなやりとりはいつまでも続かず、しびれを切らした村人たちはついに大勢で母に襲いかかりました。クワやナタで撃たれ、母が悲鳴を上げると火花が飛び出してそれをかばった。火花の顔は恐怖でこわばっていて、それでも必死に母の前に体を投げ出しました。でもただの少女だった火花は大勢の大人の前に無力だった。村人たちは力任せに火花を押さえつけると、村の子供の仇だとばかりに火花の目を潰したんです。血に染まり力なく横たわる母の姿、それが火花の目に映った最後の光景でした。きっと言葉にならないほどの恐怖と悔しさだったでしょう。でもその時、火花の中に眠っていた力が目覚めました。火花の体が強烈に光り輝き、その光が辺りを飲み込んでいくと、辺り一帯の空間と時間をねじ曲げ切り裂き、別の世界を形作った。それが今私たちがいるこの世界です。この世界は家族を守るという火花の強い思いが作った世界。なるほどな、神隠しの謎とかも解けるね、これで。そういうことか。お母さん。その思いは無意識にこの封印された聖域を作り出し、私を閉じ込めました。もう家族が誰にも傷つけられないように。火花がいる空間がこの聖域だったっていうことか。火花はこの聖域のことも、私がこの世界にいることも知らないでしょう。あ、知らないんだ。自分が作った世界のくせに。自分作ったんだよね。そして、火花は母を復活させるためにこの世界に人を誘い込み殺し始めた。村人たちが徘徊者になったっていうわけじゃないのか。誘い込まれた人があくまで徘徊者になったっていうこと？これ。心優しい火花にとって、それがどれだけ耐え難いことだったか。閉じ込められた私にはなすすべがなく、ここから見ていることしかできませんでした。火花が苦悩する様子は壮絶で思い出したくもありません。
漁師に苛まれるたびに何度も何度も自らの心を押さえつけ続け、やがて火花は人としての良心を彼女の胸の奥底へと封じ込めました。すみません。話が長くなりました。いいえ、もうとんでもない。これで全ての謎が解けたわ。もう、姉妹揃って俺の家に来ていいわ。聖域から出て。ま、住み心地は悪いけど。ですがあなたには真実を知っていて欲しかったんです。母の復活は失敗します。今のうちに何とかしなければ取り返しのつかねえことに。時間がない。一緒に来てください。これはじゃあどういうことだろう。あくまで、肥大化した像のステージとはまた別の時間軸っていうことかな、これは。救いのあるエンディングを見ることができればいいと思うんだけど、あ、達成の証のセピアモードが解放された。何この甘酸っぱいモード。あんまりあんまり選びたくないんだけど、セピアモード。甘酸っぱい思い出が蘇るとか。ともあれ、こけしも含めて達成の証いくつか入手することができたで、また新たな力を手に入れることができたと。で、次なるステージなんだけれども、これか、開口。彼岸花が咲き誇る中、このステージ。アーカイブとこけしがないね。これも固定マップか。で、その下に外縁があるってことは、ここがもう本当にラストっていうことなんだろうね。次回これやっていきますわ。で、確認しておくとセピアモードね。レーゴンの演奏に隠された秘密の扉を抜け、隠されたステージをクリアする。なるほどね。今の聖域のことか。で、赤色の葉っぱで、こけしを60体を集める。これは体力が定期的に自動的に回復するアイテムだね。どう考えても長靴より使えない子なんだけど、なぜか長靴より後に解放されるっていうね。はははは。はい、では次回、この開口でプレイしていきたいと思います。今回はここまで。ご視聴くださいまして、ありがとうございました。では、さよなら。